皆さんこんにちは、サチです。ちょっとね、こんなメールが私の元へ来まして、 DM がね、サチさんこんにちは、突然メッセージしてごめんなさい。私は50歳で東京に住んでいます。いつも YouTube やインスタを見て励まされています。私は今ストレスが原因で朝起きることができなくなり、勤めていた会社を休職中です。夫は普段は何も言ってこないのですが、機嫌が悪い時は金ないのにいつまで休むんだ、いつ復帰するつもりなのか、パートでもいいから働け、ごくつぶし、働かざる者食うべからずだと責め立ててきます。私も休みたくて休んでいるわけではありません。働きたくても働けない悔しさもありますし、夫に食べさせてもらわないと生活できない現状に肩身も狭くて本当に辛いです。一人っ子で両親も他界していて、天涯孤独の身、誰も頼ることができません。そして離婚しても実家もないし、行くところすらありません。子供もおらず本当に孤独です。夫と結婚して25年、こんな辛い毎日生きている意味があるとは思えないんです。朝起きるたび絶望感が増している気がします。お忙しいとは思いますが、こんな私に何かアドバイスをいただけませんか、というメールをいただきまして、ちょっとメイクしながらちょっとね、お答えしていきたいなと思うんですけど、なんかちょっとあんまりだよね。待ってね、私さ、ちょっと意味がわからんかったんやけど、その休職してるわけじゃん。まあなんで休んでるかわからへんのって感じじゃない。なんで理解してくれへんのかね。で、そしてさ、まあ結婚して25年で、まあメールをしてくださった方が50歳ってことなんで、まあ旦那さんがね、おいくつなのかは書いてなかったんだけどね。お子さんもいらっしゃらないってことやから、そんな食べさせてあげれない感じなの？どんな感じなんやろね。そこがちょっと不思議やったんやけど、だって人生長いことさ生きとったらさ、こんな時もあるんじゃん。絶対どっちかが病気でね、倒れたりとか具合が悪かったり働けない状況になるってことは、全然誰にでもっていうか、どんなご夫婦にもあり得ることやと思うんやけどね。なんかすごく違和感というか、なんでそんなこと言わはるんやろなって、旦那さんがね、不思議よね。なんなんやろ、そもそもさ、病気で休んでる奥さんを食べさせていけないわけ。なんかちょっとそれも、え、どうなんと思ったけどさ、人生本当にさっきも言ったけど、いい時ばっかりじゃないから、必ずね、病気だったり怪我したりっていう時って必ずあると思うんよ。で、働きたくても働かれへん状況ってやっぱり私も経験があるから、こればっかり助け合うしかないよね。夫婦なら、まあ、彼氏とか彼女で同棲しているとかっていうわけじゃなく、もうご夫婦なわけやから、なんか本当に健やかなる時も辞める時もね、お互い支え合うしかないんじゃないのって思うんやけど、この旦那さんのご意見をね、聞いてないから本当に全然分かれへんねんけどさ、状況がね、どういう状況なのか、なぜそんな考えに至ったのかというところがね、全く私には理解できませんで、なんかその言い草もひどくない？ちょっとさすがにさ、聞き捨てならんよね。この方はその旦那さんと離婚も考えていい気がするんだけどな、私は。だって今50歳なわけやんか。今からさ、どんどん怪我も増えたり病気も増えるお年頃じゃない？なのにこのパートナーはさ、自分が倒れた時にそれを支えようという気概のない人なわけじゃん。そうやって結婚する意味あんのかな？やっぱり一人じゃ心細かったりとか、まあ、この人とやったら一緒に生きていきたいなと思うから、まあ、結婚するんやと思うんやけど、多くの人がね。こんなひどいことを言う人とさ、これからも一緒にいなきゃいけないかね。私やったら嫌やな。うん。こんなことを言う人とさ、いたくないし、逆にね、今メールをね、くださった方が具合が悪くてお休みされてるってことやけど、逆だったらどう？逆の立場になった時に、自分にこんなことを言ってきた人を支えてあげられるかって話だよね。
なんかこの暴言、ごくつぶしだとかさ、この暴言ってさ、私一生消えない気がするのよ。本当に逆の立場でさ、自分が元気になってね、例えば復帰したとしてよ、そんな時に例えばその旦那さんがさ、どういうお仕事されてるか分からへんけどね、職場で大怪我したりとか、全然関係ないところでね、事故だったりとか病気だったりした時に、働けないって状況になった時にさ、私がいるから大丈夫だよ、安心してねって言ってあげられる？私だったらもう言えへん言えへん、絶対に。もう本当にごくつぶしやからいつ復帰すんのはって言われているわけやから、自分の時はね。そんな人と支え合っていけるとは思えないんだよな、やっぱり。離婚するでもいいと思うけどね、私は。その旦那さんの稼ぎがないと生活できないっていうのは、今現状ご夫婦やからさ、その生活保護だったりとかそういうのが受けられないと思うんだけど、仕事休職されてるってことはさ、やっぱり今働けない状況なわけやんか。だから旦那さんとお別れして生活保護を受けるとか、なんかそういう方向に切り替えた方が、なんていうの、確かに生活保護を受けるってすごく心苦しかったりとか、可能な限りせん方がいいっていう考えだとは思うんだけど、もちろんそうなんだろうけど、でも精神衛生上良くないと思わない？こういう旦那さんのためになんか心が押しつぶされそうな毎日をさ、送ることが果たして私はいいのかなって思うけどね。ほんまに確かに、なんかそんなことを言われながら毎日生きとったら、それは面白くないやろし、それでなくてもさ、やっぱなんか悪いなって、なんか申し訳ないなみたいな気持ちになってるっていうことやから、それでなくても罪悪感というかね、働けない悔しさとかそういうもので気持ちがめいってんのに、なんかそれをさ、そんな風に応援してくれない、さらに追い詰めてくるっていう、そんな人と一緒にいるべきじゃない気がするんよね。なんか本当、なんかなんぼしんどくてもさ、そんな人になんか面倒見てもらう方が私はもうほんまに嫌やなって思っちゃう、ほんまに。なんかもしかして世の中にはこういう状況でさ、なんか心的にもね、精神的にこう虐げられてる人ってやっぱいっぱいいるんかなってちょっと思った。もう経済的にね、自立できない状況、その病気で働けないっていう状況あったとしても、でもそういう人たちのためにあるものが生活を保護するっていう制度だからさ、本当にそういう状況の人を助けるためのものなのよ。働きたくても働けない、収入を得ることができないっていう人を守るためのものやから、こういう人こそ生活保護使わなあかんの違う？まあ私は今別れるっていうお話の一択でお話ししてるけど、私はなんかこういう旦那さんと一緒にいることにすごく悲しみを覚えるよ、やっぱり。憤りも覚えるし、何こいつって感じやんね。から逆に、さっきも言ったけども、逆に彼が具合悪くなった時に助けてあげられへんと思わない？ほんまに勝手にせえよとかってなっちゃうよね。調子のいい時はね、いいよ別に。事業がうまくいってるとかさ、儲かってる時とかさ、羽振りがいい時とかはね、いろんな人が寄ってくるだろうし、そういう時はね、別にね、いいんだよ。本当にね、進化が問われるのって、本当に調子が悪かったりとか、辛い局面の時に、そういう、どういう人なのか、この人がどういう人なのかっていうのが見えてくると思うのね。だからお金に余裕があって、健康で、本当に、まさに、順風満帆にいってる時は、本当、見えないことが、病気になったりとか、すごくお金に困る状況になったりとかした時に、見えてくるものってあるんじゃないかなと思うんだ。だから今こうやってね、朝起きることができない、精神的にね、ストレスだったりとか病気だったりとかっていうことで仕事を休まれてるわけじゃない？その状況でさ、見えてきた旦那さんのそういう一面なわけやんか。自分が苦しい時、自分が困った時、弱ってる時にこの人は寄り添ってくれる人ではないっていうね、それが彼の本当の姿というかなんだと思うよ。でもなかなかそういう場面って見る機会がないからね。もう本性が見えたと思って私はお別れするのがいいかなと思います。50歳ってまだまだ若いし、こんな嫌なやつのために毎日憂鬱になって朝起きるたんびに絶望するなんて本当に時間の無駄遣いだよ。本当
それやったらほんまにさ、もうお別れして、ちょっとね、行政というか、生活を少し助けてもらって、生活保護という形でね、それでちょっと、ゆっくりね、責められることなく、ゆっくり治療するっていうのが一番私はいいんじゃないかと思うけどな。今ね、この状況で私、具合が悪かったり、ストレスだったり、病気だったりっていうのが改善する未来が見えないのよ。人間、病は気からっていう部分もあるやん。やっぱり気持ちが本当にすごく沈んでいたら、治るもんも治らんし、もう悪化の一途をたどるような気がしない？だから、彼はあなたと一緒にいる資格のない人なんだよ。だから一緒にいてあげなくていいと思う私。もうそんな人のために時間を使うのを本当にね、もうおやめって思うよ。うん。そのすごくね、心細くなるとは思う。うん、心細いと思う。そんな嫌なやつでもね、いないよりはマシと思うのかもしれないけど、いる方が逆に健康上良くないよね。だってその人のせいで憂鬱になってるんだよ。大変な時に自分を守ってくれないんだったらさ、むしろいない方がいいじゃん。逆にね、いるだけ自分の健康を害してるわけだから、もう邪魔やん。はっきり言って、なんかこの人がいるから頑張れるとか、この人がいるからなんとか乗り越えられるんだっていう関係やったらいいねんけどさ、そうじゃないんやったらマジで邪魔じゃね、本当に。だからどういう状況でね、こういうことを旦那さんが言い出したのか、それは分かれへんねんよ。私のね、すべて生活を見てるわけじゃないから分かれへんけどもさ、それにしたってね、例えばね、こう起きれないから休んでるって言ってんのに、ネットで買い物しまくってもうお金が全然ないみたいなさ、散財しまくってすごい迷惑かけてるとかって言うんだったらさ、もう迷惑かけんとってくれよとかって言ってくる旦那さんの気持ちもわからんではないしね。そうだとしたらね、なんか状況がわかんないだけに私もそこまでは言えないけど、それにしたってちょっとひどいのではって思いますね。だから私もさ、人の人生に責任を持てないじゃない、やっぱり責任なんて取れないからね。いやだからはっきりね、離婚した方がいいですよ、離婚しなさいとは言えないけど、でも少なくとも、病気が良くなるとは思えんよね。やっぱり悪化するんじゃないって思っちゃうよね。実際なんかもう生きてる意味がないっていう風に感じるまでにさ、心がこう疲れてしまってるわけやから、やっぱりそれは良くないよね。彼といることで具合悪なってモデルもね、だってね。だからこんな風に悩んでる人多分いっぱいいると思うねんけど、もう怖がらずにほんまにね、離婚した方がいいと思う私は。うん、今昔に比べてさ、そんななんかの離婚したからといってなんかね、出戻りやみたいな、今そんなこと言う人あんまいないじゃん。昔はなんか離婚したらもうね、もう生きていけないぐらい、なんかもう村八分みたいな感じやったんやろうけど、今そんな時代でもないしと思いました。だからまあ私がおすすめするのは、いきなりね、いきなりもうバンと家を出るっていうのも多分すごく大変なことやと思うから、まず旦那さんにね、私離婚しようと思いますって、あなたがね不機嫌な時に私に言ってきた言葉をね、私は考えたんだけれども、やっぱり辛い時にこういう風に責められることって本当にさらにね、私を追い詰めるんだよねって。で、逆にあなたがこんな風に具合が悪くなった時に、私はもうあなたを支えてあげられないなって、そう感じましたって。でもこんなの夫婦と言えないよねって言いにくいかもしれないけど、だから私はもうごくつぶしとかって言われてまであなたと一緒にいる気ないんですって、だからお別れしてね、行政のお世話になろうと思うんで、そのつもりでおってねって言って言ってみたらどうかな。一回そういう気持ちがあるよっていうのを言ってみたら、旦那さんも変わるかもしれないし、自分はなんてこと言ってしまったんやって思ってね、すごく反省してくれるかもしれないし。だからもう25年も一緒にいたわけやから、まあそういう考え方を直すというか、考え方を改めるチャンスをあげてもいいかもしれないですよね。だからこれで話し合ってもほんまに何言ってんねんみたいな、もうやれるものやってみやみたいな感じなんやったら、あ、そうなんですね、でさよならって言って離婚したらいいと思います。
すごくね勇気がいるかもしれないけど、毎日そんな暴言を聞かされながら、まあ、機嫌が悪い時ね、普段は何も言わないとおっしゃってるけど、でもそんな言葉を投げかけてくるような人と一緒にいるっていうのはもう本当に精神衛生上あんまりよろしくないと私は思います。だからやっぱり勇気を持ってね、自分を大切に、一度の人生ですから、自分を守れるのって自分しかいませんからね、自分のことを大切にね守ってあげてほしいと思います。生きている意味がもうないっていう風にね感じるような、なんか毎日送らないでもらいたいですね、やっぱり。そんな意地悪な旦那さんのね発言を本当にもう全部受け止めてしまわないようにねしてほしいと思いました。はい、というわけでね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。皆さんも何かありましたら私の方に DM ください。まあ全部お答えできるわけじゃないんですけどね、可能な限りお答えしていきたいと思います。それでは次の動画お会いしましょう。遅刻してなかったらメイクって結構早くできるんだね。初めて知りました。